の不思議の女の子による奇想遊戯桜月夜の桜姫。お部屋に飾ってあるお着物を見ては早く来て踊りたいなと言っていた不思議の女の子。待ちに待ったひな祭り会がやってきてとっても嬉しさでいっぱいです。今日はちょっぴりお化粧もして大人っぽく変身して踊ります。お願いします。Yeah.
1番最後です。プログラム12番年長のランチ全員で歌を歌います。友達参加の1年生になったら、ゆり組14名、ふじ組12名の年長の男の子26名で歌います。1曲目は遠征活でたくさん増えた友達を思いながら、2曲目は楽しみにしている小学生になることを張り切って歌います。